の患者さんがくしゃみしてますね。舌によって口腔内と注咽頭が仕切られている。まあ、口腔から咽頭に送り込むときに舌によっても仕切られている。あるいは軟口蓋も口腔と注咽頭を仕切っている。また軟口蓋っていうのは上咽頭と中咽頭を仕切るものでもある。咽頭で考えたときに上の方と中間あたりの間に軟口蓋が上がってきて仕切るってことがありますね。また喉頭蓋、喉頭蓋っていうのは、まあ、ちょっと珍しいタイプの便、まあ、本当に便と言っていいのか、いろいろと言葉の定義も見ていますけども、まあ、便というよりももしかしたら咳であったりだとか、あるいは下頭といった方がいいのかもしれませんけれども、喉頭蓋によって中咽頭と下咽頭が仕切られている。ただもう完全に仕切られているというよりも中途半端に仕切られているんですね。で、嚥下反射の時にこの反転することで中咽頭と下咽頭の間の、まあ、中途半端な塞ぎ方を解除する。あるいは中咽頭と喉頭前庭、中咽頭から喉頭前庭にまっすぐ入っていくのを喉頭蓋によってせき止める。で、まあ、中咽頭と喉頭前庭部っていうのは嚥下反射の最中もつながりはしないんですけれども、それを塞ぎ続けるためにも喉頭蓋が反転していく、そういう働きをしています。また喉頭蓋についてはちょっと特殊なところがあって、嚥下反射が起きていないときには、一つには固形物だとか液状物をせき止めつつ空気の流れをせき止めないと、そういう、大きく2つの流れをせき止めたり、通過させたりということを行っている。呼吸をしながら、咽頭に、流れ込んできた食材を防いでおくということをすると、そういったところが非常に特殊なんですね。で、卑劣喉頭蓋肥大、これは卑劣喉頭蓋肥大によって構造的にも、下咽頭と喉頭前庭部が仕切られているんですが、これが嚥下反射の最中に卑劣喉頭蓋肥大が喉頭蓋に近づくように移動していって、それによって喉頭前庭部分を塞いでしまって、嚥下反射の着地の最中にも喉頭前庭部分に物が入ってこないようにするという動きをしているんですね。そういう意味では堤防でありながら同時に動くことで便の機能を果たしているということになります。で、食道の入口部、食道入口部のっていうのは嚥下反射が起きるまでは閉じていて、嚥下反射の最中だけ開く、それによって下咽頭と食道の間を分ける便になっている。嚥下反射の前までは閉まっていて、嚥下反射の最中に開くという便になっているね。で、正門、これが、喉頭前庭と気管の間を塞いだり開いたりする、基本的に安静時には開いていて、呼吸をするために、正門は開いている。一方で嚥下反射着気の最中には正門が閉じて物が通らないようにする。で、糞門部、これは食道の一番下ですね。ここは、食道と胃をつないでいる、で、胃からの逆流を抑えつつ食道を通ってきたものを通過の最中だけ開いて、逆流を防ぎながら胃の方に向かって一方通行で物を持っていけるように、頑張っている。まあ、なかなかそうはいかないために逆流性食道炎なんかが出たりするんですね。こういう便の存在を知っていく。ただ、まあ、こうやって一つ一つをバラバラに見ていると全体のつながりとしてどうなっているのか分かりにくいので、こういった図を参考にしてもらえる。まあ、これ解剖そのものですね。横から見た図、VF の時の図と同じ、左側を見ている人の図だと思っていただければ幸いです。
で、これ外界から鼻に入ってくる空気の流れだね。外界から鼻に入って、そこから上咽頭を経て中咽頭、そして空気は喉頭前庭から気管、肺というふうに流れていく。一方で口に入ってくる食物については外界から口腔内に入って、そこから中咽頭、下咽頭、そして食道、胃というふうに流れていく、うん、でその時に、それぞれの場所を区切るものがところどころにあると。外界と口腔内の間は口唇によって塞がれている、区切られている。で、口腔と中咽頭の間は舌と軟口蓋によって区切られている。で、上咽頭と中咽頭の間は軟口蓋によって区切られる。わかる？うん。で、中咽頭から喉頭前庭っていうところが、これが喉頭蓋によって区切られ、また中咽頭から下咽頭というのが喉頭蓋と、咽頭喉頭蓋ひだ、横から張ってきてるひだですね、咽頭喉頭蓋ひだによって区切られています。で、このあたりは、まあ、便機能というよりも、まあ、堤防機能にと考えた方がいいかなというふうに思います。で、そこからさらに下咽頭から食道に入るためには食道入口部がその間に、控えていて、で、また下咽頭から喉頭前庭に入らないようにするために卑劣喉頭蓋ひだが存在している。で、喉頭前庭部分に、まあ、例えば食塊が入ってきてしまっても、それが気管内に入らないようにするために声門を閉じていく、まあ、声門あるいは下声帯部分で、ブロックしていくということになってきますね。まあ、声門のところは声帯だけじゃなくて下声帯も含めて、便機能として大きな働きをしています。で、食道から胃に入っていくときに糞門が存在している。で、こうやって、まあ、文字情報ではありますけども、解剖と合わせて見ていくと、どうだろう、いくらか分かりやすくなる。うん。ここがね、まあ、結構大事なところで、それぞれの働きがちゃんとしてるのかどうか、ということを考えていく。で、嚥下運動をするときに、まあ、嚥下の最中にこの便というのが働いてくるんですけれども、嚥下の最中を考えるときには、空間が、まあ、大きく3つ考えなきゃいけない。まあ、口腔、鼻腔にもつながっていきますけれども、大きく3つ考えなきゃいけない空間というのは、咽頭から先、咽頭腔と気管、咽頭腔と食道というのを考えていく。で、そこにうまく通っていくか、そこに、口腔に逆流したりだとか、鼻腔に逆流したりするっていうことがあり得るので、合わせて5つの空間を考えていく。で、その中でどう通ってほしいのか。例えば、食物を通すということだけを考えれば、咽頭から口腔、鼻腔、食道、気管という4つの空間がつながっている。咽頭と合わせて5つだよね。その咽頭から先の4つの空間の時に、吉田君、食塊はどこに通したい？食道に通したいよね。うん。で、絶対通したくないのは？気管には絶対通したくないよね。口腔には 逆流してきたとしたら、絶対ダメ、ダメ、いい。3つだとするとどれ？口腔の逆流は、いい。まあ、あってもいいかな。うん。まあ、できれば先に進んでてほしいから、振り出しに戻られるのもね、あんまり嬉しくないので、まあ、絶対ダメではないけど、まあ、できればなくあってほしいなので、ダメって考えた方が良さそうだね。うん。まあ、そんな風に考えていく。で、まあ、鼻腔はどうなのか。鼻腔逆流は、ダメ、絶対ダメ、いい、ダメ、そうだね。まあ、鼻腔逆流したからといって直ちに何かが起きるわけではないけれども、逆流したものを放っておくと嚥下後に咽頭にまた落ちてきたりして、あるいは落ちてこなくても鼻腔内にずっとあると鼻炎の元になったりしてね、
ちょっと厄介だね。なので、リンク逆でもできればなくなってほしい。でもまあ、それが直ちに大ごとになるわけじゃないけど、から、まあ一応ダメだねっていうぐらいかな。で絶対なくなってなく、少しでもあったらダメってわけではないんだけれども、まあ、できればない状態を保っていたい。で、そんなところが分かっていれば、まあ、どんなふうに食塊を流していきたいかということは決まってくる。じゃあ、小村君、園芸運動が起こった後に、今、移動していく先4つの空間にいたけど、移動していかない。均等にそのままいるとしたら、それは絶対ダメ、ダメ、いい。いいかな、ダメかなぐらい。うん、感性はいい、よろしいと思います。できればいなくなっててほしいんだよね。ただ、そこにあったからといって、直ちに問題が起きるわけではないので、まあ、絶対ダメではないんだけど、まあ、ダメっていうかな。咽頭残留については、なくなってほしいな、というぐらい。うん、ただ、リンク逆流だとかに比べればいいし、うん、まあ、重症度としては、まあ、軽い方ってことでね。まあ、できればいなくなっててほしいということですね。で、まあ、ただ、咽頭にたくさん残留するとしたら、それはよろしくないので、やっぱりダメの度合いが変わってくるわけだね。うん、まあ、そんなところが分かってくると、どこからどこに通っていくか、その時に何が邪魔したり、あるいは助長したりするのか。それを簡単な模式図で表してみると、さっき文字だけで表したのを、今度、丸と矢印だけで表してみました。そうすると、咽頭腔があって、口腔、鼻腔、気管、食道というふうにね、ざっくり4つの空間と結びつけると、咽頭にある食べ物が、食道に行ってほしいので、食道のところは青信号。絶対気管には入ってほしくないので、気管のところは赤信号。で、口腔とか鼻腔には、できれば行ってほしくないので、まあ、黄色信号。うん。確か今、学校では黄色は止まれて教えるんだっけ？うん、黄色は注意っていうと、注意しながら渡っちゃうので、うん、黄色も止まれだよっていうふうに教えるみたいですけれども、まあ、できれば止まってほしいですね。ということで、黄色信号にしてみました。そうしますと、ここの空間の行き来っていうのがどんなふうになっているのか、園芸反射ジャッキ前、においては口腔から食塊が送り込まれていきつつ鼻腔を介した呼吸があるんだよね、うん、で咽頭に入ってきたものは重力に引かれて流れていきます。で食道入口部は閉じている、気管が開いている、まあ、これを模式化すると食道が閉じていて気管が開いている。で鼻を、鼻腔を通じて空気の流れがある。で、口腔を通じて食塊の流れがある。ということで、食道以外の3つの空間とはつながった状態。っていうのが、園芸反射ジャッキ前の状態なんですね。で、この瞬間は、食塊が咽頭にあったとすると、咽頭にある食塊は、吉田君、動いた方がいいか、動かない方がいいか。その通りですね、動かない方がいい。なぜならばどこに動いてもダメだから、うん、なので園芸反射ジャッキ前は咽頭においては触覚は動かないものの方が有利なんだよね。つまり園芸前誤嚥だとかが起きそうな人っていうのはできるだけ動かないもの、張り付くものだとか粘性の高いものの方が有利になってくる、まあ、粘性が高いだけではつるっといってしまうのである程度の付着性が必要になってくると考えた方がいいかもしれないですね。あるいは付着性のないものの場合は姿勢制御によって咽頭内から動かないようにコントロールしていくということも必要になってくる。園芸反射ジャッキ前の状態っていうのは食道にだけ行けない状態で、食道に行かせたいのにもかかわらず行かせたい場所が開いてないということが特徴なので、まあ、弁構造からするとね。なので、この時間帯は
動かさない。じゃあ塩原反射ジャッキ中はどうなるかっていうと、軟口蓋によって鼻腔が閉鎖され、また舌と軟口蓋によって口腔が閉鎖されます。逆流とか鼻の方に上がらないようにしているわけですね。さらに気管の方は声門等で塞がれている。で、食道入口部が開くと、で、咽頭が収縮していくわけですね。この状態を便機能だけで見てみると、口腔鼻腔気管が塞がっていて、つまり道がないわけだね。で、食道だけが開いている状態。ってなると、これは通過は、物は動いた方がいいか悪いかというと、動いた方がいいわけですね。なので、こう園芸反射ジャッキ中の問題であれば動いてくれた方が良いわけです。まあ、他の便機能がしっかりしているという前提ですけれども、便機能さえ正常に働いていれば、園芸反射ジャッキ中に問題が生じるケースっていうのは、どちらかというと動きやすいもの、付着性が低いものっていうのが有利になってくる。なので、嗅麻痺の時にね、ゼリーがいいなんていうのは、そういう付着性が低いってことが重要になってくるわけですね。さて、いろんなケースを、便の働きが変化したケースを見てみましょう。何かをしてくれ、食道入口部開大不全、ワレンベルグに代表されるような状態ですね。声門閉鎖不全が生じていなくて、で、食道入口部開大不全だけが生じているようなケース。で、鼻咽喉もちゃんと塞がっていて、口腔も塞がっているってなったときに、これどうするのか。まあ、治療の方法としてはね、便の機能を回復させるために食道入口部を開大させていこうと。で、そのためにバルーン訓練やったりするわけですけども、そういうバルーン訓練などの効果が出る前においては、この食道だけが開いてるんだけども、食道の入り口が狭いと、便機能として不十分だと、開きが悪いっていう時にはどういう対応するかというと、山口君も付着性が低いもの、そうですね、で、通過が良いようにする。さらにもう一個、狭いから、そうですね、抵抗をできるだけ減らしたいので、粘性も下げたいということね。粘性っていうのは通過するときの、特に圧力がかかって通過していくときの抵抗値のことを粘性っていうので、こう園芸反射ジャッキ中に狭いところを通したいというと、粘性を下げていく。その通りだね。固形物は、そうですね、固形物狭いところ引っかかりそうですね。よほど細かくしなければ取らないし、角があるとそこが引っかかって抵抗になるので、極力固形物も使わない方が良さそうだね。なので、とろみが薄い、あるいはない水分だとか、フラッシュゼリー、あるいは薄くスライスしたゼリーなど、狭いところを通っていって、なおかつ付着性が低いもの、抵抗値が低いものというものが必要になってくるわけだね。なので嗅麻痺のうち、食道入口部開大不全の治療方法というのは、この便機能のことが分かっていれば考え出すことができる。次、また全然違う病態になります。声門閉鎖不全だけがあるケースの演技中、これは、ワレンベルグとかとはまた違って、外傷性だとか手術による喉頭のダメージだとか、あるいは結構見るのが、一番見る頻度が高いのは喉頭炎。喉頭炎の後遺症で声門閉鎖不全になって、こういう状態、嚥下中に声門が閉じきらんという人が時々おられますね。今も患者さんでおられますけれども、食道入口部は開くんだけれども、ちゃんと開くんだけれども、
期間もちょっと開いちゃってる。小村君どうしよう、対応方法。付着性を上げる、粘度も上げる。理由は？隙間に入っていかないようにしていく。まあ狭いところを通りにくくって、広いところはなんとか通るようなものであれば、はい、機関に通さないで食道に通すことができるわけだね。食道の方がちゃんと開いてるっていうのがミソで、しっかり開いてると粘性が高くても通っていくし、付着性が高くても通っていく。一方で狭いところっていうのは付着性粘性が上がってくると一気に通らなくなるんですね。うん、そういった、まあ、流体の性質が分かっているってことだね。うん、でなので狭いところが通したくない、広いところを通すっていうことで今粘性付着性の話をしてくれたのね。で大正解。うん、そういう流れるものの性質さえ分かっていれば、正門が開いてるからって言って全部ダメっていうことではなくて、食道入口部がしっかり開くような対応ができれば、正門閉鎖不全があっても、誤嚥させずに食べていくことができる。例えばこういう状態っていうのは、ワレンベルグ症候群の治療途中にも現れてくるわけだね。正門閉鎖不全と食道入口部外大不全が共にあったとすると、その瞬間ってなかなか食べるものを探すのが大変なんだけど、先に、まあ、臨場咽頭筋の切断だとかバルーン引き抜き訓練だとかをがっつりやると食道入口部が開くようになるわけですね。そうするとこの状態、食道は開くけれども正門もなんとなく開いてるっていう状態になったりする。でその時そこまで来れば、あとはどこまで粘性を上げられるかっていう勝負になってくるね。うん、粘性付着性を上げても食道を通過するっていう、そういう状況になってくれば、食道を通過する中で気管に入っていかないっていうものを探していくことができるようになると。うん、まあ、そういう粘性付着性の幅っていうのを考えていくっていうのが治療の途中で出てくるわけね。うん、粘性も上げすぎると付着性とか粘性とか上げすぎると生キャラメルとか口とか喉に張り付いて通らんととかない、そんな変な食べ方しないかな。慌ててね、口乾いてる時に食べちゃったりするとね、喉通過しないで張り付いちゃってカカッて なったりする時があるんですけども、健常だからっていって何でも通るわけではないんです。うん、まあそこの限界はある、なので必ず幅があるんだよね、粘性付着性とかにしても。そういうことも考えてる。さて次、今度リンク閉鎖不全たまにいますね。電源の最中に軟口蓋が上がりきらなくて隙間ができていて、咽頭に圧力かかった時に鼻に抜けていってしまう。吉田君見たことある、こういうケースってちょっと見たことはあるかな。うん、でそうすると食道の、まあ、抵抗はほとんどないと。食道はちゃんと開くんだけど鼻にも抜けてきちゃうよという時にはどうしたらいい、どうしよう。粘性を上げる、うん、なぜ食道は開く、うん、食道は開く、あるし粘性高くても食道は通ると。行くには行かせたくない、狭ちょっとだけしか開いてないんだったら粘性を上げれば通らないんじゃないかと。うん、その通りでね、粘性付着性を上げていくっていうことが一つ重要になってくる。あとは正門閉鎖不全と違って輪腔閉鎖不全の場合には多少上がってもいいかなっていう量はある。うん、たまにあるのが上がっていくけど下がるよねっていう
ちょっと上がるけど、その後咽頭に戻っていくからいいかなっていう時もあります。まあ、それが赤と黄色の違いだね。赤は絶対通したくない。それに対して黄色は、まあ、通したくないけど、まあ、時々、まあ、いいかなっていう時もあると。うん、だからそれは個別にそれが誤嚥に至るかどうかっていうことを評価しなきゃいけないので、より複雑な診断にはなってくるんですけども、リンク逆流したからといって、直ちに悪いわけではない。その量だとか、逆流した時にのポジション、まあ、座位で、逆流しているのか、側外で逆流なのか、頭底位、あるいは頭が上がった状態、それぞれで上がった、逆流したものがどんなふうに動くか、あるいは座位摂取することで重力の影響で、まあ、逆流をある程度抑えられるケースもある。まあ、咽頭収縮圧の方が重力よりもかなり影響が大きいので、姿勢によって逆流を防ごうというのはうまくいかないことも、まあ、多いんだけれども、たまにうまくいくことがあるというぐらいかな。まあ、鼻腔逆流に関しては、先ほどの正門閉鎖不全に比べると、まあ、同じやり方を取るんだけども、多少の逆流は許容できることがあるというところは違い。もう集中攻撃になってるね。吉田君、見てみましょうか。口腔の、まあ、閉鎖不全、舌とか軟口蓋によって、口腔と中咽頭の間のブロックがうまく働いてないときに嚥下反射弱菌を起きると、まあ、口にも戻ってきちゃうんですね。で、そういったときどうするのか、まあ、食道もしっかり開いてるんだけど口腔にもいくらが戻ってきちゃうよっていうとき、粘性上げて、うん、粘性上げていく、付着性上げていく、まあ、理屈は同じだね。で、口腔に戻る分には、まあ、そんなに大きな問題にはならないかなということで、やはり、ある程度の逆流は許容することができるかもしれない。うん、ただ、まあ、いつまでたっても口に戻ってくるようでは食べきられるので、口にどんどん入れて、まあ、口からの圧力を上げていって、中咽頭の方に物を押し込む。まあ、口の中にいつまでたっても物はあるけど、で最終的に口の中のものを拭ってあげるとか、うん、その口の中だとケアできるっていうのが違うんだよね。鼻と違うのは、鼻の中をケアするのってすごい難しくって、咽頭逆流の人食事の最後に吸引するとかって話するときあるけど結構難しいんだよね。見えないし、ちゃんと吸引できてるかどうか分かんないんだよね。また鼻腔内って結構粘膜が弱いので鼻血とか出ることもあるし、まあ、それに比べると口腔内の方が始末がいいということですね。まあ、便機能が分かってくるとどういう症状が見られたときにどうしたらいいのかっていうのがかなり見えてくる。次、ワレンベルグ症候群ですね。重度のときですね。気管も開いている、正門がある程度嚥下中にも開いちゃっている、また食道入口部もあまり開かないと。正門閉鎖不全と食道入口部開大不全が同時に生じている。で、イラスト見て分かるように同じぐらい開いてるんだよね。これ大変だね、山内くん。どうしよう。誤嚥は絶対したくない。誤嚥はしたくさせたくない。とろみは、うん、とろみは食道が通過するくらい、食道を通過する中でなんとかならないか、はい、うん、そのとろみがなくて通過するとしても胃潰瘍を少なくして、とろみなくて通過するとしたら胃潰瘍を少なくしたりして、なんとか食道は通るけど気管には入らないような条件がないかということを細かく調べると。素晴らしいですね。まあまあ、同じくらいの広さにしているイラストなので、まあ、同じように通っちゃうだろうと。
うん、それを他の条件を整えていって、まあ、量だとか姿勢だとか、あるいは正門の方が多少その前に構造物があるからいくらか通りにくいとすれば、水分とかも、ね、量減らして 1cc、2cc くらいだったら、もしかしたら食道だけ通ってくれるかもしれないと。微状管音にね、溜めておいて延々させたりすればいいかもしれない。まさにそれが、急麻痺のスタートですね、治療のスタートですね。素晴らしいですね。で、まあ、そうすると、十分な栄養はちょっと厳しいよね。十分な栄養を取れないので、楽しみレベルの延々っていう風になってくる。藤島延々グレードでいうと4っていうところまでたどり着けばいいところ。まあ、3か4ぐらいで、訓練の介入ができる、あるいは、少量のものを楽しみで摂取できるっていう程度になる。で、そこから改善させていかなきゃいけないね。で、改善をさせていくときに、食道入口部解体がうまく得られれば、前にあった例題のように、まあ、粘性を上げていくことで、食道にだけ通過するような食事を作ることができるかもしれない。なので、ペースト食で、水分にとろみっていったところが、まず栄養をする上では重要な食形態になってますね。でうちの病院の特徴としてとろみの程度についてかなり厳密なんですね。薄いとろみとか中間のとろみとかっていう言い方をしないで、もうとろみ何倍、まあ、数字で表していて、例えばとろみ1倍は水分何 cc に対してとろみ剤何 cc で、とろみ剤はこのとろみ剤っていうことが全部決まっている。まあ条件によって多少の揺らぎはあるんだけども、温度だとかね、かき混ぜ方で多少の揺らぎはあるけれども、ほぼ均質な性質にしている。これはこういう特にね、複数の場所を通過する可能性がある人なんかの場合には、どちらかには通ってどちらかには通らないっていうことを綿密に計算しなきゃいけない、計画しなきゃいけないので、雑なやり方をすると、例えば薄いとろみはここからここまでなんっていうやり方にしてると、どっちかの端っこになると通らない、あるいは通したくない方に通るってことが出てきたりするわけね。なんでとろみっていうのは雑にしていたら治療成績が落ちるんですね。それを知っておくことですね。この人はどういうとろみが通るか、本当はその人ごとにもっと厳密に言えば何パーセントから何パーセントまでのとろみ剤のものでいけますってことは言えるんだろうけれども、その細かいところをいちいちチェックしていくのってすごく時間がかかるし、現実的にそういったとろみを全部細かい無段階に準備するってことは難しいので、で、それを考えると当院みたいに5段階くらいのとろみを用意しておいて、それのどのあたりが適切かということを見ていくっていうのは、まあ、臨床的には現実的なことかなというふうに思います。まあこういうね、便の機能不全っていうのは非常に、重大な嚥下障害をきたしてくる。さて、演習の5番ですね、教科書に出ているものですね。軟口蓋による便機能で口腔と注咽頭を仕切る機能が解除されない、口腔と注咽頭の間、舌だとか軟口蓋で仕切っているよね。これがずっと閉まっている状態で、口腔から注咽頭に食物が移送できないような症例がありますが、そういう人ってのはどういう症状を呈するか、さっきまではね、注咽頭を中心にしてそこから嚥下中にどう動くかっていうことを中心にした便機能障害を話してましたが、今回の便機能障害は口腔からの移送のところでの問題ってなってくれば、どんな症状を呈するかといえば、小村君、送り込みができなくなってくるってことだよね。送り込もうにも口腔と注咽頭の間が開いてないんだもんね、絶対通らんね。送り込み障害には、まあ、大きく言うと2パターンあるんだよね。便が開いているんだけれども、
その間を移送させていく力がない。舌の弛緩などで移送させようと思っても、前傾座位とかの時に口腔内にとどまってしまって、チューイントに入っていかないというもの。で、こういうものであれば、後傾座位にする、あるいは行外にしていけば、便は開いてるわけだから、落とし込んでいくことで移送できるんだよね。ところが、この演習後に示されるような、口腔とチューイントの間の仕切りが解除されない状態だとすると、これ、行外にしても、通過はしない。厄介なんですよ。送り込み障害の中の一部ではあるんだけれども、こういう症例があって、この症例に対してどういうふうに対応するのかっていうのは、かなり難しい問題なんですね。うん、吉田君どうしよう。対応方法。うん。直接チューイントに触解を注入する。あるね。うん、まあ口腔からの移送のところをもう助けてしまって、咽頭に初めから食物入れちゃえばいいじゃんっていうのは、これ方法としてありだね。シリコンチューブとかで直接入れる、うん、まあ宮下君は、松下君もね、同じようにね、まあ、治療の中でやってるから思いつくところはそこかもしれないんだけど、そもそもの便機能障害を改善させるっていうのが一つは方法なんだよね。でそれが動きとして改善してくれればいいんだけども、ある程度強制的に改善するっていうことも一つあり、まあ、食道に起こる解体不全の時にはバルーン引き抜きとかで軟部組織を引き伸ばしていって開きやすくしていくんだけども、便機能の中でもこの軟口蓋のこう挙上不全に関しては、これ単にね開きっぱなしにするっていうだけでなくって、同時にこう軟口蓋って上咽頭と中咽頭の間の仕切りの働きもしてるもんだから、適当に動かしゃいいわけじゃないんだよね。うん。嚥下中の理想的な位置に移動させなきゃいけない。うん。それを考えると、軟口蓋によって上咽頭と中咽頭の間は仕切られるんだけども、口腔と中咽頭の間には隙間が空いているような状態、それを人為的に作り出していく。そういう装置がありまして、うん、軟口蓋挙上装置というのがあるんですね。うん。まあ、これは、効果は高いです。うん。隙間を勝手に作るわけだから、送り込めるようになる。あるいは、舌が動かなくても落とし込んでいくことはできるようになる。うん。まあ、まず考える方法ですね。で、それがうまくいけば、自分で食事が取れるようになるわけですよ。手が動く人でとか取り込める人であれば、自分で口の中に入れればそれが咽頭まで持っていける可能性が出てくるわけなんでね。そういう自力摂取の可能性を持っている人の場合には、軟口蓋挙上装置の方を優先して考えていった方がいい。まあ、臨床的にはね、いろいろ難しいことがあって、その軟口蓋を勝手に持ち上げられると違和感があるので、嫌がられることもあって、まあ、うまく やらない、まあ、その装置を装着するのを嫌がるってケースがおよそ半分ぐらいありますけれども、まあ、逆に言うと半分はつけれるので、うん、そうするとうまくいく、うん、まあ、そんな方法があります。便の話はどうでしょうか。なんとなく分かってきたかな。じゃあ前回のものと今回のもの、立体構造と便構造について両方とも影響してくる話ですね。喉頭蓋を中心にした喉頭を囲んでいる構造物ね、喉頭蓋と卑劣喉頭蓋だ、うん、これらがどういうものなのか、
まあ、堤防機能というふうに書いておきましたけれども、まあ、静的な状態、塩原反射が出ていない状態で流れてきたものが喉頭内に入ってこないように抑えておくのがこれらの構造物の目的なんだよね。で、ところがこの元々のこの構造物っていうのは四つ足動物の間に育ってきてるので、四つ足でいるときに一番効果が出るように作られてるんだよね。それが重力方向が変わる、姿勢が変わってしまえば効果は変わってしまう、無意味になってしまうかもしれない。例えばです、今剤で摂取してる30度凝害、剤の時のには誤嚥しなくて30度凝害で誤嚥するよね。今のはなぜ、林くん分かる？そうね、喉頭蓋骨を使えてたかどうか、つまり、ね、喉頭蓋でせき止めれてたかどうかが違うんだよね。剤の時には喉頭蓋でせき止めて、でせき止めてる間に塩原反射が出たので、喉頭の近くに食べ物行ってない間に塩原反射を出してた。それが30度凝害になることで喉頭蓋を飛び越えて咽頭口壁に沿って触媒が入ってくることで、塩原反射ジャッキ前にも下咽頭、特に喉頭のねすぐそばのところに触媒が入ってきていて、それが塩原反射ジャッキの時に喉頭内に触媒が押し込まれて声門閉鎖が不十分なうちに誤嚥されてしまう。つまり喉頭蓋だとか卑劣喉頭蓋皮だが全く働かない状態になっていたってことだよね、30度凝害が。なんで30度凝害っていうのは送り込め障害に対してかなり力を発揮する、また、急麻痺の一部の状態、声門閉鎖が比較的よくて食道入口部外大が比較的軽度である、そんな時にはですね30度凝害で速やかに下咽頭食道入口部のところにゼリーを持っていくっていう意味では大変有効な方法ではあるんですが、こういった塩原反射ジャッキが遅れている状況だとか声門閉鎖が遅れている状態においては30度凝害は剤よりも悪いっていうことだよね。結構これって大事なポイントなんですね。誤嚥の理由というのは喉頭蓋の機能が使えていなかったから、で、喉頭蓋が誤嚥防止に働くためにはどうしたらいいのか、重力方向なんだよね。重力方向をどう働かせるかによって変わっていく。これタンカーですね、ちゃんとしたタンカー。タンカー出したのはこれ周辺がさ、これ例えばこれ卑劣喉頭蓋皮だと、これ喉頭蓋だとすると、それにその堤防によって海水が入ってくるのを防いでんだよね。これ重力方向が変わるとちょっと斜めになるだけでもうダメでしょ、どんどん浸水してくるよね。でもっと倒れていってしまうと、もう全くこの防護壁の意味がなくなっちゃうよね。なのでこの喉頭蓋だとか卑劣喉頭蓋皮だをどうやって有効に働かせるかっていうのには重力方向を考えなきゃいけない。でそういった意味では四つ蓋に近い姿、かなり前傾した姿っていうのが、本質的には最もこの喉頭蓋卑劣喉頭蓋皮だを生かすことができる
というふうに考えられる。で、一番生きないのはひっくり返っちゃった状態なので後継罪なんですよ。なんで後継罪っていうのは実は最も危ない姿勢とも言えるこの堤防機能から考えるとね。なので咽頭後頭機能がかなり良い前提で送り込みが悪いっていうケースでは後継罪使えるんだけど、狭い意味での変異機能、咽頭後頭機能っていうことで考えたときには、まあ、後継罪は初めは考えない方がうまくいくと。うん、まあ、特殊なケースはいろいろあるので、このケースは後継罪いけるよねなんていうのはたまにあるんだけど、うん、基本的には考えない方が大怪我しない。さて、もう一例、今度また全然違う話なんですけども、72歳男性で、拒食と声出しがひどいというので、見たケースですね。再接種なんですが、あら、抜けちゃった。拒食なので検査もねススッとやらせてくれなくって手が出たりするので説得しながらやってるようですね。なんとか入れさせてもらって、まあリンクの方にもちょっと唾液かな鼻水かなっていうのがありましたね。で見てみますと呼吸のパターンがちょっと不思議だよね。息するときにパッと開いて、で喉頭蓋が U 字変形で先端がカール。で、喉頭蓋の内側に唾液が入ってるね。息するときにパッと開いて、すぐ息吐くときに声門が閉じて、で、ゆっくりと息を吐いてるよね。パッと息吸って、ゆっくり息を吐いてると。この時に声が出てるんですよ。うん。拒食声出しっていうことなんだけど、小村君、これ、なんで声出すの？そうだね、唾液侵入があって、その唾液侵入物を排出したいから、で、それでこういう演技パターンになってるんだよね。ヨーグルト飲ませてみると、案外咽頭収縮もいいし、飲んだ後の方が口頭侵入している唾液も少ない、うん、なんか息継ぎしてるみたいだよね、うん、まあ、こういうケースっていうのは口頭の知覚が比較的保たれていて侵入してきている唾液に気づいちゃうんだよね。でそれをなんとか排出したいんだけども、こういう U 字変形してる人って咳してもなかなか外に唾液が出てかないんですよ。U 字の中にこもってしまって、で、咳した時の空気っていうのは広いところに逃げていくもんだから、この U 字の内側のところっていうよりも、もっと背中側の方の広い空間を通って抜けていっちゃうんだよね。で、そのため、喉頭蓋の裏側に入ったものをなかなか咳しても排出ができない。うん、とすると垂れてくるものをその都度こう押し返さなきゃいけない。声門周囲まで垂れてきてから押し返さなきゃいけなくて、でそれをね息を普通に吸ってると吸い込んじゃうから、吸い込まないようにするにはどうするかっていうと声門をできるだけ広げる。声門を広げできるだけ広げると流入してくる空気がこう断面積が広がるもんだから全体の流れのスピードとしては落とすことができる。狭いところを通そうと思うと同じ量を吸おうと思うと早く流れるじゃない。それが広く声門を開いてあげればゆっくり入ってくる。ゆっくり流れる空気っていうのは周りのものを巻き込まなくなっていく。
ので、息を吸ったときに周辺にある唾液を吸い込まなくてもいい可能性が高くなる。一方で息吐くときに声門をあれだけ閉じて、狭いところをわざわざ空気を出しているのは、狭いところを空気出すと早く流れるでしょ。で、早く流れるものっていうのは圧力が周辺よりも下がってくる、周辺のものを巻き込んでいくんですね。なので流れ込んできた唾液を巻き込んで押し返す力になっていく。しかもそれを長い時間かけて吐ける、うん、周辺の唾液を押し返している時間を長くすることができる。なので慢性唾液誤嚥が生じているようなケースっていうのは、こういった息を吸ってゆっくりって吐くような人っていうような、そういう呼吸になっている人が結構いるんだよね。呼吸パターンを見ると、その人の誤嚥のパターンと直結しているケースが結構ある、うん、でこの人どうしたらいいのか、なぜ唾液誤嚥があるのか、唾液の口頭侵入もあるのか、これは山地君、音がいい、音がね、U 字でカールで先端が Z と映っちゃってるんだよね。なんで流入してきた唾液が上から入ってくる、うん、なんで座ってる限りずっと入ってくるんだよね。それも後傾剤だとか垂直剤だとどんどん入ってくるので、代償しようと思ったらしっかり前傾剤を取るか、側外あるいは行外でもいいかもしれない。喉頭蓋機能が悪くなっていて、こうせっかく剤を取っていても喉頭蓋がこの先端が絶とくっついているので、喉頭蓋でしっかりせき止めれない、うん、その状態をどうやって解消するのか。で、例えば舌骨挙上筋群を鍛えていくと、その喉頭蓋と舌が離れるんであれば、治療方法としてはそういったトレーニングをしていくっていうのが一つはあるね。ただ今すぐに何とかしようと思うと姿勢制御っていうのが一つある、うん、また嚥下すると結構きれいになるので、口頭侵入誤嚥しないタイプの食材、まあ、ペーストとかとろみの強いもので摂取していくことで、食事中の、まあ、拒食だとかを防ぐことができるかもしれない、まあ、食事中拒食になっていくのは嚥下性無呼吸プラスこのおかしな呼吸パターンで、呼吸抑制が、まあ、呼吸効率がどんどん悪くなっちゃうので、それで拒食になってるかもしれないね。そうすると呼吸をしやすくするために咀嚼の頻度を下げてあげる。咀嚼してる間って唾液が流れ込んでいく可能性も出てくるので、咀嚼をさせないで丸飲み、そうすると口腔が埋まってる時間が短くなるので、嚥下性無呼吸の時間も短くなってくる、うん、で嚥下をさせると咽頭の唾液もかなりクリアできるってなってくると、ペースト食を食べた方が呼吸はかなり楽になるはずなんでね、うん、そう考えてペースト食を出してる、うん、まあ嚥下障害だからとりあえずペースト食って言っても当たるんだけど、それでなぜ食べれるようになるのかっていうことの目安が、目処がついていると、その成功率っていうのが見えやすくなってくる、うん、とりあえずっていうのとの違いをしっかり把握していくことですね。診断としては喉頭蓋変形に伴う慢性唾液誤嚥、あとは唾液排出目的の声出し呼吸で、リスクとしては慢性唾液誤嚥から体力の低下や肺炎が起きて起こるのではないか。で、まあ、声出しがあるということで抗精神薬を使われてしまうケースも結構多くて、で抗精神薬を使ったらじゃあこの声出しってなくなるのかっていうと、実はなくならないんだよね、うん、抗精神薬使うと咽頭収縮不全が副作用として起きることも多くて、そうすると唾液の口頭侵入ってむしろ増えるんだよね。そうするとこの人を声出しやめることできない、もしやんだとしたら多量の唾液誤嚥になるので声は出なくなるけど肺炎にもなると、うん、なので抗精神薬とかが役に立たない人なんですよね。なのでこれは抗精神薬を使うタイプではなくて、
とろみを用いることで水分誤嚥予防、また、声出しに対してはとろみ水摂取をして唾液の嚥下を促進していくことで、就寝時はできれば側外を中心にして、寝てもらうということが、まあ、治療につながってくるだろうと思います。こういった喉の形、立体構造、あるいは便構造が分かってくると、まあ、実際に食物を食べてないうちにかなりその人の嚥下の特徴が見えるでしょう。で、そういう情報っていうのがすごく大事で、そこから食材を絞り込んで、テストフードでテストしていって、でその結果、胃糖にどこに残るのかとか、嘔吐頻尿があるのかとか、そういう情報を得て、より詳しい細かな情報に、精度を上げていくわけですね。なんでフードテストをする前にかなりのところまで踏み込んでいって、で、まあ、それも単なる推測ではなくて確率の高い推測をしていく。そのためにはこの立体構造と便機能というのはとても大事な前提条件になっています。